東側姫路市立美術館は、兵庫県姫路市の姫路公園にある美術館。館長は、長田萌え。姫路市の芸術文化振興を目的として1983年に、開館した。収集の方針は、郷土ゆかりの美術館の優れた作品及び、郷土の歴史、風俗等に関する美術作品、日本の近現代美術、ベルギーなど、海外の近現代美術、 と規定されている。3にベルギーとわざわざ挙げられているのは、姫路市がベルギーのシャルルロワ氏と姉妹都市関係にあることによる。現在はベルギー美術作品を約350点所蔵しており、十分とはいかないもののこの国の近代美術を外観できるコレクションが揃っている。また地元の医者、国府警さんが集めた近代西洋美術コレクションが 平成6年姫路城の世界遺産登録に合わせて寄贈された。姫路城の中狂わない北部の広大な平面幾何学式庭園を囲むように配置する赤レンガ造りの美術館の建物群は姫路陸軍兵器市の西倉庫として1905年に建築1913年に増築されたもので廃線後に姫路市役所として利用した後に美術館として 再生利用したものである。1983年の再生事業においては、環境色彩重戦や公共の色彩賞などを受賞し、2003年には国の登録有形文化財に登録された。夜間はライトアップされる。ありがとうございます。